難しいのは非常に左手はこういうアーティキュレーションなのにアーティキュレーションの、ね、切る場所がもう本当に違うんです。ここまでは何とか分かりますよね。次 の, スラあの要するにスケールって何になりますか。例えばね、これ自然と音階ね、和声と音階、あ、じゃあ旋律と音階、まあ皆さんよく知ってるこれが有名な3つですね。この旋律